浜野舞香選手、今スウェーデン来てから2ヶ月経ってますよね。これ今まで一番ノエバにびっくりしたことは何ですか？なんかスウェーデンっていう国って言えばもう雪だらけで、もうもっと雪が降ってるって思ってました。スウェーデンに行くって決めた時はどう考えたんですか？日本からヨーロッパに行くっていうと。やってみなきゃ分かんないなって感じで、とりあえず行くことを決心しました。まあ、今ハンマルビに来て、スウェーデンリーグとかってその前知ってた？全然。元日本でのチームの時の先輩が、スウェーデンのリーグに林穂乃香選手とか宝田沙織選手、自分同じチームで中学生の時であるっていうのは知ってました。今ハンマルビーは今アルスベンスが2年間で今3年間目ですごい結構いっぱいファンとかも期待してるんですけど、ハンマルビーのチームはどんな目的があると思いますか？優勝が目的ですか？はい。で、まあ、ファンとかもどうですか？なんか日本とは違う雰囲気で、煙がもくもくしてたり、熱狂的なファンとかがいたりして、サッカーが日常にあるんだなって思いました。で、あのファンを初めて会った時はどんな感じでした？すげーって思いました。一つ見たんですけど、なんかファンからマフラーをもらったんですよね、はい、試合で、はい、それはどう誰かあげただけなんですか、それとも？分かんない。カメラマンがくれて、それでみんながマフラーでワイワイしてる時に、浜野選手はマフラーがなくて一人でこうやってワイワイしてたから、でそれがファンが見て、あ、マフラーをあげなくちゃっていう、あでそういう風でもらったと思いますけど。あれ、実は家にあって忘れたんです。で、スウェーデン来てからなんか苦労したこととかもありますか？スーパーがなんかご飯とか食材買うときに何が何だか分かんないのがいろいろあって例えば なんか間違いとかもしたんですか、スーパーで？なんかいろいろ買って試してみるけど、なんかすごい自分の口に合わないものだったりリコリッシュ食べれますか？今ジュニアのワールドカップですごい活躍したんですよね。でそれでプレッシャーとかはどう感じますか？まあ、過去は過去って言ったらあれですけど、あれはたまたま活躍できただけだと思ってるので、もっと上を目指したいです。ね、そのプレッシャーとかっていうのは外からのプレッシャー、それとも自分からのプレッシャー、2つともあります？プレッシャーっていうのは全然なくて、やるべきことをやるだけと思ってます。今パブロっていう監督ですけど、それスウェーデンの監督と前の日本の監督とかのなんか大きい違いとかありますか？なんか選手のことを本当に一番に思ってくれてて、いつも調子を聞いてくれたり、監督だけどお父さんみたいな、なんかチームのことも思ってるし、選手一人一人のことも大切にしてくれてるって感じです。今の中のチームメイトとかで
なんかあの目立つ選手とかいますか、そのわーってなるような。ヨナ分かりますか、アンデションね、アンデションかな、左サイド、そう 左バックの、はい、チェルシーに前いた選手、ヨナです。